毎度お世話になっております。ホトカの実況プレイ続きをやっていきます。よろしくお願いしますと。はい、パート1パート2に引き続きセーブができていないので続き撮りとなっております。何か被写体はと。体育館に行ってみるか。あほふせやどりゃてやキャラメイクできるゲームでサンプルボイスとか聞くとさ、こういう声が入ったりするよね。ゴッドイーターとかさドラゴンズドグマとかさ、わかるかな。クールとかさ、ニヒルとか熱血とか選ぶんだよおお、また来た。シャッターチャンスだ。多いな、シャッターチャンスだ。あああ、ブルーマ、ちょっと待って、ちょっと、これ、カメラが、あー、くそ、よく映ってねえ。この写真はちょっとな、やり直しできないからね、きついよね。もうちょっと正面を向いてる写真が欲しかった。今のは、なんだろう、特にこっちの操作を受け付けなかったんだけど、シャッター切る以外の動きはできなかったけどね。できればね、もうちょっと躍動感あふれる写真が欲しかったけど。あ、かわいい。後輩キャラかな？な。な。こんにちは。こんにちは。すみません、一人で体育館を使っちゃって。どうぞ。金本久子さんか。ガ娘ちゃんの声やってる人だよね。今留学中だけど。あ、いや別に遊びに来たわけじゃなくて。そうなんですか。じゃあどうしてここに。次の体育はうちのクラスですけど。何かいい被写体がないかなと思って。被写体ですか。疑ってます。別にパンツとか取ろうかとは思ってないですよ。そう、そしたら体育館で踊ってる子がいたから。はあ、今の踊ってたのか。もしかして君パチンパチン体操部かい。さっき踊ってたのってバレエ。いいえ、新体操です。私新体操部ですから。あ、オープニングのレオタードの子だ。あ、そうなんだ。へえ、道理でうまいわけだ。え、私上手でしたか。いや、ぶっちゃけ踊りはよく見てなかったけどブルマに釘付けでした。うまかったよ。新体操ってあんまり見たことないけど、よくあんな動きできるなって。はあ、わあ、よかった、新体操始めて。え、どういうこと。憧れの先輩に新体操褒められちゃった。やった、好き、ギュッっていうこと。私、さくらまいです。まいちゃん、いい名前だ。あ、俺は宮古ゴンブト。クラスは 2B。 私は1の B です。あ、やっぱ後輩キャラだったか。 1B カノンと同じクラスだ。カノン、カノちゃんをご存知なんですか。知ってるのか、宮古。ご存知も何も、カノンは俺の妹だよ。そうなんですか。そうなんです。おう、初めまして。すみません、ご挨拶が遅くなっちゃって。いや、苦しゅうない、近いよね。あ、いや、こちらこそ初めまして。カノちゃんにお兄さんがいたなんて知らなかったです。俺もカノンに新体操をやってる美少女の同級生がいるなんて知らなかったよ。ははは、さくらさんか。名前みたいな名字だね。よく言われます、どっちも名前だって。おかげで覚えてもらいやすいんですよ。声優さんにもさくらあやねって名前の名字と名前が名前みたいな人がいるけどねははそうかもね。
私とカノちゃん、とっても仲良しなんですよ。お、今度うちに遊びにおいでよ。おもてなしするから。おもてなし、ぐへ。カノちゃんってとっても楽しいですよね。いつも元気で明るくて。まあ元気すぎて困る時もあるけど。その手に持ってるの、先輩はカメラが趣味なんですか？いえ、ライフワークです。あ、いや趣味っていうか、昨日始めたばかりで趣味になるといいなって感じかな。前世の遺恨みたいなものです。そうなんですか。あ、練習の邪魔してごめん。そろそろ行くよ。邪魔だなんて、そんな。もうすぐかなちゃんも着替えてくると思いますけど。あ、次体育って言ってたね。ああ、そっか、同じクラスだもんね。カノンとは家で会えるからいいよ。知り合ったことを伝えておいて。わかりました、伝えておきます。いや、後輩キャラで主人公のこと先輩って呼んでくれるのがいいな。お兄ちゃんの次に呼んでもらいたい故障ナンバー2だからね、先輩は。あ、マイでいいですよ、先輩。呼び捨て？それはなんだから、マイちゃんでいい？はい、マイタソでもいい？じゃあまたね、マイタソ。はい、失礼します。高校生には見えないんですけど。高校生があのボンボン、なんつうの、あの髪留めのやつさ、あんなんつける高校生いないでしょ。さくらまいちゃんか、可愛い子だったな。可愛かったね。僕の趣味だね。あれ、あの子なんで空を見上げてるんだ。目にゴミでも入ったかな。シャッターチャンスかな。お、あ、カメラだ。何か撮ってるんだ。何か撮ってるんだ。空の写真撮ってんの？けど何よ、青空が広がってるだけだぞ。単に空は撮ってるのか。集中してるな。横にいる俺に全然気づかない。あー、なんかクールっぽい感じがする。クールキャラだな。好みたけし先生キャラだな。あ、悪くない。ちょっと顎が入るくらい。あ、こんな感じ。唇を入れておこう。耳も入るか、うん、あ、これ目入っちゃってんじゃん。これはちょっとダメだな。さっき写真撮るときはさ、入ってなくなくない？なんで入っちゃうのさ。撮ってる時と出来上がった写真が違うんだよな。くそー、目は入れないように頑張ってたのに、まだちょっとこのカメラに慣れてないな。ミズハス、ちょっと待って。ミズハスだな、これは。何か用ですか？イエス、ミズハス、やっぱり、この子かな。声優で決めんなって話だけど。いや俺さ、水橋かおりさんすんげえ好きださ、声が。やばい、声豚がバレる。俺が声豚なことバレちゃう。ごめん、いきなり撮って。別にいいです、私も撮りますから。え、お返しにお礼を取るってこと？かっこよく撮ってね。ほら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 、人じゃないですけど。俺人だよ。化け物じゃないよ、クリーチャーじゃないよ。人じゃない、人だよ。ええ、まあもういいですか？どういうこと？俺のことを指して人じゃないって言ってるわけじゃなくて、カメラで撮るのは人以外のものを撮ってるんですよってこと言ってんのかな。いや、わからんな。人扱いされなかったことを考
考えてみると結構あるしな。あ、いや、今何を撮ってたのか教えてくれない？雲。雲。うん。何か珍しい形の雲があったか？そういうんじゃないんで。そういうんじゃないか。写真好きなんだ。うん、フォト部ですし。フォト部なんだ。写真部じゃなかった。ああ。ちょっと外れましたね。パート1で私が早口で言ったやつ覚えてます？写真部部員って言ったんだけど、フォト部でしたね。フォト部？ああ、写真部のこと？フォト部はフォト部なんで。写真部じゃないんだ。ああ、そっか。うちの写真部ってフォト部って名前だったかな？もういいですか？ああ、俺カメラ初心者なんだけど、よかったらいろいろ教えてくれない？個室で。先に名乗ってもらっていいですか？あ、これは失礼いたしました。私オーバー、宮古ゴンブトと言います。以後お見知りおきを。あ、ごめん、俺は宮古ゴンブト。クラスは2の B。曽根原光。1の C。光ちゃんか。あ、1年なんだ。じゃあ、宮古カノンって知らない？カノン。俺の妹、1の B にいるんだ。ショートカットでテニス部に所属してて。知らない。知らに。そっか。曽根原さん。曽根原。え？曽根原でいいです。みんなそう呼ぶし。光ちゃんって呼んでいい？そう言われてもな。なら呼ばなくてもいいです。呼んだり呼ばなかったりしろってこと？それじゃあ。あ、わかった、呼ぶよ。曽根原、俺にカメラ教えてくれないか？部に入る方がいいですよ。フォト部に入るってこと？部に？フォト部だっけ？そっか、そうだよな。それじゃあ。なんで写真部って名前じゃないんだ？わざわざ英語にする必要あったか？言っちゃったか。曽根原、光、ちょっと変わった子だったな。今のところ、光ちゃんかな。光ちゃんか、さっき出てきた舞ちゃんか。迷うな。妹もいいんだけど、妹はね、攻略キャラじゃないからね。さすがにちょっと妹を攻略するわけにはまいりませんよ。これといった被写体もないし、そろそろ帰ろうかな。こいつ一日中被写体探してたの？あ、待って。はい。うわ、なんだ？オーケー、シャッターチャンスだ。あ、シャッターチャンスだ。これエロいけど下に下げられない。これ以上アップ下に行かないのか。くそ、うわー、仕方ない。これか。ビューリフォー。どういう状況なんだこれ。何してんのこれ。なんで階段の踊り場で座ってんの？なんか、なんか、みかん的なものが落ちてんな。みかんを拾おうとしてるのか。誰か止めてー。静止しとるかな。ビタって止まってるけど。拾うよー。うわ、でけえ。この学校の女子はパイオツ海底ですね。ひかりちゃんとまいちゃんはそんなでもなかったけど、あと妹。うん。そんなにたくさん夏みかんどうするの？夏みかんか。マーマレードを作ろうと思って。だけど気になる。昨日よりもずっと。あなたのこと会いたい。マーマレード、ボーイ。これから料理研究会の活動なの。大亀さんか。大亀アスカさんですね、多分。私の耳が腐ってなければ。ときメモ4の星川真希ちゃんの声優さんですね。あ、そうなんだ。
聞いたことあるぞ。料理研究会にすごく綺麗で胸が大きくて料理上手な子がいるって。あ、おい、よったまさに学園の嫁だって。クラスの連中が騒いでたっけ。きっと彼女のことだな。すげえ、ボディーペイントみたい。ぴったり貼り付いてんな。しかも胸が呼吸してる。拾ってくれてありがとう。あ、俺 2B の都ゴンブド。私は2の A の湯の木里奈。カメラが趣味なの？趣味というかライフライナーです。まだ趣味ってわけじゃ、昨日の夜始めたばかりなんだ。ふーん、1枚撮ってもいい？笑って笑って。え、あ、ふにー何それ、初めて聞いたんだけど。写真撮るときふにーとか言う人いる？おお、早い全然カメラ動かなかった。めっちゃ下げようとしてたのに。はい、保存します。大亀飛鳥さんの声好きだよ俺。あのちょっとさ、鼻にかかった感じの声じゃないですか、彼女。それがね、いいんですよね。難しいな。うまく撮れなかったの？もうちょっとね、下撮りたかったんだけど。いや、撮れはするんだけど、いい写真かどうかは。そっか。いい写真が撮れたら見せるよ。本当？楽しみにしてるわね。趣味があるっていいわよね。私も料理が好きで、小さい頃からずっとやってるの。へえ。私も変な料理ができちゃったら恥ずかしくて誰にも見せられないし、あなたの気持ちがすごくわかるの。俺の場合の見せられないは恥ずかしいとかそういうことじゃないけどね。いつでも家庭科室に遊びに来てね。出来上がったマーマレードをご馳走するから。本当？じゃあ今度行くよ。ええ、待ってるわね。じゃあまたね。いいな、またね。後ろ姿もいいね。柚木里奈ちゃんの後ろ姿に興奮する。柚木里奈か、学園の嫁と知り合いになってしまったぞ。一夫多妻ってこと？それどころか写真まで撮ってしまったんご。夏休みまで俺とは違う自分を感じていた。カメラを持つと大体なれるというか。一切タフだな。一夫多妻じゃなかった。いい写真を撮りたいと思う気持ちが大胆にさせるというか。何もしなかったから何もなかった夏休み。少なくともそんなつまらない日々からは抜け出せる気がしてた。校庭行ってみるか。昼休みのあの子みたいに空を撮ってみよう。なんかいい感じのモノローグで締めようとしてますけど、女の子の写真しか撮ってないからね。他のもんも撮れや。この辺でいいか。どこを撮ろう。ただっぴろくてどう撮ればいいか悩むな。おーい、だっつーん。誰？茜色に染まった雲をうまくファインダーの中に。だっつんてば、聞こえないの？斉藤千和さんの声が聞こえる。むむ、意外と難しいな。たく、妙に集中してるな。よし。だっつんて俺のこと。何やってんの？何されてんのこれ。え、カバディ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 ってされてんの？え、これこの女の子に俺が揺らされてるっていう描写なのかな。俺が自律的に揺れてるようにしか見えないんだけど。自律的に上下してるようにしか見えないんだけど、揺らされてるってことなのか。
わあ。わあ、しかもでけえ。またおっぱいの海底な姉ちゃんが出てきたぞ。なんだ、ののかか、ののかか、ののかか。びっくりするだろう。なんだとは随分だな。何度も呼んだんだぞ。ダッツン、ダッツンって。私はそんな気の抜けたあだ名じゃないですよ。アナッチと呼んでください。けどちっとも気づかないし。あ、呼ばないでください。不愉快なんで。アナッチってあだ名気に入ってないんで。そっか、悪い、あいつとシンクロしてると思われてるからな。憤慨だわ。いやいや、こっちこそ悪かったよ、邪魔しちゃって。どの辺がシンクロしてるっつんだよ。で、そのカメラどうしたの？父さんにもらったんだい。その前にそのダッツンってのやめてくれよ。なんで？なんでって気に入ってないんだよ。私は気に入ってるけど。人の話を聞かねえやつだな。呼ばれてる人が気に入ってないって言ってんだからやめろって言ってんだよ、めぐね。わかってんのか？俺は気に入ってない。呼びやすくていいと思うけどな。あの野郎さ、名前とあだ名変えても必要にアナッチって呼んでくるからさ、頭どうかしてんじゃねえか。すいません、違うゲームの話してます。中学から呼ばれてるのにまだ慣れないの？中学から呼ばれてんだ、ダッツンって。そう呼んでるのはお前だけだからな。なんでダッツン？あれ、ハルルは？新見さんならこのあだ名がついた後お前に乗っかってしばらく言ってただけだ。もう普通に宮古くんだよ。ああ、幼馴染のくせに新見さんなんて言っちゃってよそよそしいんだから。バカ野郎。高校生男子にとってな、女子の名前をファーストネームで呼ぶってのは一世一代の大勝負なんだよ。そんな軽々しく遥さんなんて呼べねえよ。そんなんじゃ誰かに取られちゃうぞ。ハルルはモテるんだから。あ、やっぱそうなんだ。余計なお世話だ。ハルルって呼んでみれば？特別に使用許可出してあげる。いらないって、呼び方は普通が一番だ。そっかな。やっぱ二人の距離を縮めるなら相性で呼び合うのが一番じゃない？さすがにハルルはきついよ。ハルカちゃんだったらまだいいけど、ハルルはな。親しき中にも礼儀ありった。素直じゃないね。ほっとけ。で、ダッツンじゃなければどう呼んでほしいわけ？エレキ？何それ？え、どういうこと？ダッツ、ちょっと待って、あのエレキの前にそのダッツンはさ、何から来てんの？前田のだから来てんの？エレキってそれも中学の時にお前がつけたあだ名じゃないか。ちょっと俺がギターをかじったからって。あ、エレキギターから来てんのか。そうそう、あれは諦めるの早かったよね。3週間ぐらいに。うっさいぞ。じゃあビリー。それは何から来てんの？外国人かよ。で、それもお前につけられたあだ名だ。あ、ビリヤードのビリーか。カーンみたいな。俺がビリヤードにハマった時に。あん時はすごかったよね。ハスラー気取りで球を構えて見えたとか言っちゃって。俺痛えやつだな。あのな、お前がビリヤード場でビリビリ言いまくったおかげで恥ずかしくて行けなくなったんだからな。また自分が秋っぽいのを私のせいにして。うっ。結局ダッツンがぴったりってことじゃない？あのマイダーツまだ持ってんの？ダッツンってダーツのことか。家の机の中にあるよ。まだあるんだ。今度また一緒にダーツやりに行こうよ。何を今さら。あん時はすごかったな。みんなでボーリングやった後ダーツでもやるかってなった時、おもむろにバッグからマイダーツを取り出して持ってきたんだ。あそこのボーリング場はダーツもあるから、もしかしたらやるかもなって思って持って行ったんだよ。その前に普通マイダーツ持ってないから。そんなことないぞ、結構持ってるやつはいる。俺持ってるよ。あの場にいた8人では誰も持ってなかったんだよね。昔買った。そうだな。あん時はおっかい
しかったな。みんながダーツをレンタルしてる時に、一人だけゴルゴなんとかみたいな目でマイダーツを組み立ててるんだもん。後ろの羽を差し込みながら、角度よしとか言っちゃって 笑いすぎてどうにかなっちゃうかと思ったよ。もうやめて、みやこくんの LP はゼロよ。めでたくダッツンの名を配慮したわけだ。懐かしいね。はあ、いいよもうダッツンで。そうそう、男は諦めが肝心で、その肩にぶら下がってるものは何？新しい趣味ってわけ？やばい、変なあだ名つけられる。ニコンとかキャノンとかいうあだ名つけられるかも。ライカでも、あ、でもどれもかっこいいな。あだ名つけられるんだったら何がいいかな。ライカかな、やっぱり。よう、ライカって呼ばれたいな。あ、父さんが新しいのを買ったんでお下がりをもらった。へえ、ラッキーだね。いろいろ撮った？ちなみにキャノンは観音開きから来てるんですよ。まあな。けど、肝心なものを取り忘れてるんじゃない？パンツか。確かに足りないと思ってた。ソフトボールに青春をかける健康有料美少女を。どこにいるんだよ。いるでしょ、ここに。かわいいな。悪友ポジか、この子。甘神のプジョルポジってことね。あ、田中香織のことです。プジョルって、プジョルに髪型が似てるからプジョルって呼んでるんだけど、やたら健康そうな女ならいるな。いいじゃない。もう遠慮しちゃって。ほらほら、遠慮せずに撮った撮った。今なら撮り放題だよ。撮ってほしいなら欲しいって言えよ。撮ってお願い。いいけど、シャッターチャンスだ。ビー。かわいいな。でも俺は顔なんて、顔よりも下半身。いや、健康そうでいいじゃないですか。この辺かな、もうちょっと上。あ、いや、あ、ちょっと、あ、この辺が、この辺が、うん、いいね、いいね。あ、エロスだね、素晴らしいね。保存しちゃうんだね。やばいな、これ夏色ハイスクールよりも紳士力高えぞ。あのゲームはね、とりあえずパンツ取ってりゃいいゲームだったからさ。なんであかんべえなんだよ。なんとなく。なんとなくね。さて、そろそろ部活へ行かなきゃ。じゃあね、ダッツ。またね。また取らせてね。誰かに取られちゃうぞっか。わかってるよ、そんなことは。おっとっとっとえ、時間がおっとっとっとえだよ。まだセーブできないんだ。ナイスアプローチ。グレイトみたいな人出てきたところで、このパートは終了します。また次回よろしくお願いします。お疲れ様です。